はい、じゃあごめんなさい。いや、問題ないようなので、やっていこうと思います。もう枠の方もこのまま行きます。はい。当選炎上するから。はい、というわけで、VJ シグシグフィオラ、VS モミジバイス、やっていこうと思いますので、今度は本ちゃんですね。準備の方で来たら、ボタンの方を押して、試合の方を開始してください。ここから本番。もう延長取っておこう。開始が遅くなったから。アーケードでそうですね、ゴッドになった。てか、1位2位ですね。アーケードの VP1 位2位ですね、これ。そしたー、ハートが出てくる。予想はしてた、正直。さあ、BS、多分最初にゴッドになった人間と、その後にゴッドになった人間かな、アーケードで。北海道で最初になって。多分、VJ さん一回もやったことないんじゃないかな、この、もみじハートと。さあ、開幕近づいていく。ジャンプ、アドバで引き離して、ジャンプ、いい、いい。おパンチ両者詰まっていく。上り A から、ワン、コンボ。タッチ、タッチと。君 4D するんでしょ、分かってくると読むわけじゃない。タッチ、当てて、データめくり、ジャンプ、いい、見えない。あ、飛んでけ飛んでけ、ジャンプ B 牽制、ジャンプ B からカウンターしてきっちりしまいつなげている。ヘブンスウォール。ダメージ半分待って。中段は立てる。ビックリップ打って。あ、これはクリオフを狙ったかな、多分。合流拳ここで出していく。投げで、ここは切り返し、ダメ取って、ライフは5分。受け身は取らずに、受け身はさせない。ジャンプ当たるもの、その差があらず、状況5分に戻ってが、B カウンターからの C 繋げていき、一歩先進したのがもみじ。大丈夫、ヘフは動いて、総裁ジャンプ A、B、C と、ヘブン、カルトグリップ2、グラミワード3つ1円、これだが、多分もみじが髪の毛を選んだり、ハートにした理由がここにある。ですよね。もみじが多分、ハートにしたのは雷を選ぶ目的も多分一つあると思うんですけど、そうすると距離が削りにくいんですよね、そうすると。で、その E ボタンの卓に対して今、VJ さんは、その裏卓の、総裁無視のカレットグループを出していきましたね。という読みでした。読み合いが発生していた。さあ、ここはゲーダン、うん、さすがにこれ弾を取られるわけにはいかないと。バースト入っていく。残り当たるが、左遷繋がない。さ、下でバリバリしている。これは、ゲームを繋げて、ラウン取っていく。もみじ側、バースト我慢しましたね、ここは。途中でキャラ変えるのもありです。途中でキャラ変えるのも一応ありです。2キャラまでなんで。2キャラまで使用していいよっていう。もみじの場合はもうハートを出してるので、ハートバイスって感じかな。前ではもう、バイスを出しているから。さあ、立ち回っていくが、ここは VG をいなしていく。総裁さあ、ドーンと。さあ、チッシー。ここでステップ出していい。4D からの加速ジャンプ B。さあ、VG さんは牽制を振る前に加速を使ってタイミングを早めにずらしていきましたね。さあ、飛んでけとゴルフ。さあ、プロゴルファーからの画面端、上り A、ゲーキ、ジャンプ A。さあ、下でスーパーバリバリしてて、最後はタッチ当てていき、一本停止でゴミジ。さあ、ステップ4回ぐらい見せた後に、立ち2回ぐらい見せて、吹っ飛んでいきましたね。うおぉ、あと一発じゃ。ああ、もみじ怒りの前して。ただ、VJ さんはもうかなり立ち回って、ダメージはどちらもかなり取っているので、どうなるかって感じなんですよ。アルカナ変えずに、まあ、両者アルカナはさすがにキャラを変える限りは、もみじもアルカナを変えることはないでしょう。まあ、フィオナ側は、雷を、フィオナ側の自分の東海での試合もいる、雷は使われたく、あんまり使われたくないっていうのは言ってたんで、完全に対策で選んでると思うんですけど。ただ、リーチは、フィオナ長いんでね、そこを生かして、どれだけ立ち回れる、ジャンプ BC、昇竜拳、うん。タッチでぶった切ってカウンターヒット確認している。さあ、ダメージ高いですね。ジャンプ、タッチカウンターだったのライフ半分ぐらい。その後のヘブンソードでダメージは加速して、カルトグループ、EF して、ニスティチェイン、
からの、はい、じゃんけん、ポン、はい、表、知らん。そんなもん、見えるか。加速してるのに表とか。確かに裏だと思いますね、今、加速見えたら。エブンソウル。さあ、ここはゲラン通して、雷設置から、ひざきいく。さあ、雷でペラシアかけていく、2位。搭載ステップ。これはステップは 2B に勝てる。タッチ。さあ、キッチン上手いですね、今。確認してタッチ繋げてる。タッチ。イクリプス。これは前に出ると危険と判断したら、ジャンピング止まっていく。登りへ、迎撃。ヘブンスコール。パンチ。中段、ここで見せていく。からの、前捨て、前捨てからのゴルフ。バーストは吐かない。バースト吐いてラウンド落としてしまったら非常に痛いので。ここは冷静に判断してきましたね。あれとグルフク。ジャンプ A 投げて。飛んでいけ。ドーンとドーンと。パレットグルフク、グランディバイト、ミッキーチェーン。うん、はーい、じゃんけん。さあ、今度は、ショートミステップ。てか、あれか。もみ、VJ さんも様子見てますね。うまい、牽制うまいぞ。さあ、ジャンプ。あー、出た瞬間だったんですけど、なんか、あれですね。ルーマ爆散した。調子よくねえなー。1。あ、一応1、1。じゃあちょっと、続けていきますか。試合自体は問題なくできるっぽいから。じゃあ好きなタイミングでボタンを押してください。続けていきましょう。ごめんなさいね。不具合がちょっと何回かあって。はい、1、1。まあ、ずれてはいるんですけど、まあちょっとあれですね。いろいろトラブルはあるんですけど、続けていきましょう。さあ、引き続き。見ていきましょう。じゃあ、気を取り直して第3試合目。はい、1-1で始めた試合。次、爆発、部屋が吹っ飛んだら考えます。ちょっと。さあ、AC から BC、アレットグループ、EF して 2C、イクリプス、斜めに取っていく。タッチ、画面端吹っ飛ばして、タクル。あ、壁打ちに取らせるって言われてるかな。まあ、壁打ちに取らなくても、気を早そうではあるけど。さあ、見てる。きっちりベルティス攻めてますね。さすがにこれ以上攻めたらベルティス当たるので攻めない。残り AAC、カルトグルース、EF して、ジャンプには届かなかったが、ステップは中断なのでタイミングがずれている。壊し、4D からの 4D。4D 壊しを 4D で受けて壊しという、非常にアルカナハートが、今、非常にアルカナハートしましたね。ヘイストキック、アッパー。前方引っ張っていった、前側剣引っ張ったものの立ちでぶった切られ。さあ、一歩選手してくるは、VJ シグシュ。さあ、捕まえて、昇竜拳、うん。さあ、ドンドンと。中断、うん。画面端が続く。置き攻めは裏タック。さあ、ちゃんと投げスカ入れて。裏に落ちてましたね。投げつけてないと多分、打てなかったんで。空投げ通して。タッチ A から拾っていき、画面端継続。2E 飛び読み。アイジャンプが突き読んでる。ヘブンスコール。からの。ステップ 2A、タッチ2! タッチ2の時に当たったけど。バースト吐いて。さあ今、あれですね、2E がすごい綺麗なタイミングで当たったのに2B か。うおー、ジャンプ B めくりからのジャンプ A。アッパー!ここで出していく!ライフドットレモン。相手が目の前にいてその気がするからアッパーするっていう。凄まじい。このメンタル。もしかしたら死ぬのにこれができるのはさすがですね、マジで。さあ、ライフ大きく奪っていってるのもみじだが。捕まえていただき落とせ。2E。捕まえて。ゴーンと。ゲダンタック投手、総裁今、フィオナのタッチキーとハートの 2B が総裁したのかな。タッチ、ここで、どうなる?さあ、表通って、
VJ 側取っていく。捨て側やっぱ難しいのかな。裏落ちされた場合バックステ出ちゃって。まあジャンプ C 浮くからフィオナの。バックステでも出ちゃうから。あれだし。バックステで止められちゃうし。かといって前捨て、かといってタッチインするとカルトの裏タクがあるし。難しそうですね。一個に絞るのは。さあ、アルカナ、まあ、変えないでしょう。我を求める、イニシエの門より誰、守護天使、お願い天使さん、私と一緒に戦って。さあ、雷ハート VS、風ハート。風ハートやが、風ヒオナ VS 雷ハート。さあ、両者。飛んで、ジャンプ A から、昇竜拳。ダメージ取っていく。まあ、ジャンプ A 手段そんなに減らないですね、さすがに。ハートのジャンプ A はクソ強いんですけど、減らないのが低いかな。あ、きっちり。2位からの最大コン入れていく。多分最大コンかな。いや、もっと減る気がするわ。でも最大近く取ってきましたね。11,680なんで。2位搭載。搭載するけど、ステップ1回の搭載じゃ、あれですね。フィオナの、フィオナの内側まで攻め込めないんで。結構間合いが必要なのが面倒そうですね、やっぱり。距離、この距離が、フィオナの武器の一つですね。だが、これ EF! さすがに足りるかな、足りましたね。さあ、一本選手していくのは、のみじハート。さあ、ここで両者立ち回って、あーっと、空が不能に持っていきたかったものの、ギリギリ空不能間に合わなかった。ここで昇竜拳。波動を入れたんだけど、あれかな、マイコン残っちゃうかな。ベルテックスがあるので、立ち入れ出して止まっていく。ヘイブンソール。ゲージがないのでキャンセルはできない。タッチ、いい、パンチ、パンチ。うまいですね。アイネージが非常にうまい、この VJ。ドーンとタックル出していったものの、まあ、タックル自体は当たったんですけど、ベルテックスは残ってますんで、食らって、一本取り返していく VJ。最後のベルテックスの当たり方、VJ 的には非常に美味しかったんじゃないでしょうか。石、カルトグルス、石、カルトグルス。これは EF ができなかったが、ここで、バーストを入っていくのは VJ 側としても非常に痛い展開。画面端さあ、画面端から出てくんなと。だから、雷と雷の間、大きいのが抜けていきましたね、今。ガードすらしたくないと思うんで、非常に。VJ 側としては美味しいでしょ。狙った間抜けるの難しいから。投げ抜けが投げになる。アルカナハートよくあること。というか今、VJ さん側の投げがちょっと速くて、刺さらなかったですね。ドーンと、打っていくもの。さあ、近く、インファイト、2位でプレッシャーかけ、前ホーミングから、壊し。ジャンプ B、カウンターヒット !VJ 側も 2B で体育取ろうとしたんですけどね。もみじ側のジャンプ B が、かなり、角度的に、上の角度から殴ってきたんで、操作取ることになったんですね。さあ、2位に、永久に飛び合ってる。リードを広げれるのか、どっちかリード広がるのか。まあ、一回仕切り直しがあったんであれなんですけど、一応あれか、もみじ側が2回、もみじ VJ って流れで撮ってるのか。よーし、立ち回りが非常にうまいのでね。寄るのが相当うまいもみじ。さあ、さす。間合いを取るのが非常にうまい VJ っていう感じなんで。この辺の動きは非常に面白いですね、見れて。さあ、必殺キック。リボンビームめくり、これ見えないんですよ。このめくり、本当に見えない。ファルクスーツが、これは、ジャンプビーの角度を上に変え、ちょっと上に変えてましたね。ドーンドーンと、ドーンとドーンと、3連続ドーンと。工事かなり少ないので、借りにくいですね、あの、工事には。2位相打ち、これは、VJ 側最悪ですね。ロンゴと2位相打ちしましたけど、まあ、このゲーム打ち上げ系の技は基本的に長いんで、相打ちとかでしたら大体、どんな打ち上げでも入りますよ。からの、カレトグレフック中断バソ。さあ、ここは、ラウンド取らしたかいと思っていたところに、ステップからアッパー飛んできた。このもみじのステップアッパー、いやらしすぎる。総体リボンビーム
リボンビーム。だがこれは、マイホーミングが、マイホーミングっていうか、マイホーミング漏れっぽいけど、ガーキャンの。それが功を奏して前に進んだことによって、あれじゃ、リボンビーム吹かしましたね。昇竜拳、迎撃取っていく。起きてみよう。2位と、アイジャンプガードを張るための2位。アッパー、ボンディー、2位を貯めていたところに、カウンターで攻撃が入る。ジャンシー渡らず、2秒当たる。ここは、足りることはなかったというか、2位が入らなかったですね。さあ、これホーミング全部入ってしまったので、我慢するしかないけど、ここを見逃さず。ワンコン入れ、置き攻めは投げる。から、置き攻めは投げる。だがこれ取らない。搭載、タッチだがホーミング行動していたので、タッチ側することができなかった。まあ、空中だし、空中ですね。空中不能だし。さあ、もみじ側、1本取って、3人。ドーンですね、ドーン。あ、ドーン、あのドーン、ドーンが本当にあと一発を削るときに相当強いですね。空が不能なのがね、空が不能なのがマジやらしか。お願い天使さん、私と一緒に戦って我は求める、イニシエの門より誰、守護天使そうし、だがここでまた、今まあ差はないようなもんかな。さあ、ぶった切って、間合い取ってぶった切っていく。エクリプス。ジャンインを1。両者動き回っていく。ジャンプし、これめくりだったのかな。これ、格闘ゲームのめくりとか、中下段って、後ろから見てる人から見たら、頑張れば見えるんじゃねえって思う時ってあるあるだと思うんだけど、あのフィオナのめくり、もう当たった後ですら、脅威わかんないのがやばい。本当にわかんないですね、あれ。さあ 2B から確認してゲームロック入れていく。一方戦士してから VG 収集。飛んでけとタッチぶった切ってドーンと。ジャン AC めくり見えない。カラーの切れ目は投げすか。これかなりあのですね、やっぱ E ボタンの警戒する数をかなり増やしてますね。自分の攻めるターンなのに相手に切り返されたらたまらないんで。様子見たくは多く。さあ、タッチ出したところに、カウンター取って、2C からイクリプス。あ、吹っ飛ばしたかったが、これは当たらなかったものの、まあ、状況はそこまで悪いわけではない。ジャンシャー当たり？これは投げていく。さあ、きちめてましたね。VTM を取り返す。さあ、永久にシーソーゲームをしている。3-3。シーソーゲーム、シーソーゲームと。雷ハートバスカディア、まあ、これは、でもあれですね、VJ 側じゃ、もみじ側は雷を選んでいるってだけで、VJ 側の置き攻めが多分、置き攻めもかなりしづらい。毎回表裏でタクるんじゃなくて様子見を混ぜなきゃいけないっていうのがあるんで、選ぶだけで効果があるっていうのが非常に無効的には嫌ですね。実際出されるまで効果あるんじゃなくて、選ぶだけで効果がある。それが本当に、選ぶ、意味がある。選択でしょう。1位締め、カルトグルス、グランディバイトからの置き攻めは、さあこれは早めに出して、バシを狙っていったか。ハイブン？ドーンと。タックル。投げは当たらず、さあ、復帰ジャンプ 4B が当たる。このゲームの復帰後の口動きマジ強いんで。相手の使い方すごい、あれ重要ですね。1位カルテクリス ?1位イクリプス、これ足りるでしょ、さすがに。ダンスおいしい。さあ、ヘブストーンのトレーニング入れておく。さあ、ジャンプ AAC、AAE よ。ジャンプ B、うまい。さあ、飛び道具飛び越えて、コンボ入れていく。ジャンプ、おっとか、アドバしていたが、僕はステップ立ちすると。そして拾い直し。さあ、飛んでけと。タッチ、いい。さあ、壊し出したところにタッチ当たる。グランディバイト、ミッチジン。から、置き攻めは、
さあ、ショックステップする。表たく。うわ、ここはガバハート使う。乱闘痛かったものの、マイステアップ上がった。さあ、このマイステアップ上がった力強すぎる。A C A C A B からのベルチェックス。さあ、結構投げかられてるんで、復帰しづらいでしょうね。アッパー、あ、さあ、アッパー、つなげて、画面端。さあ、即話で、相手のコードを打っていく。押さえ取って、2。前掛けにして、立ち、立ち。さあ、EFC、きっちりつなげていき、画面端、置き攻めは？どうなる？裏タック見えない！そしてダメージは加速する。ガーっていく、もみじ。永久に差が開かないというか、取り取りで、交互に取ってて、やっ、来てる人たちめちゃ疲れるでしょ、これ。さあ、ただ雷めっちゃ機能してますね、やっぱり。立ち回りでも全部大活躍なんで。もみじ側としてはこれ多分、このまま行くんじゃないでしょうか。そして4-3ですね、今。では引き続き見ていきましょう。モンタオシドバババーッとやっちゃうよ。あ、4-3、うん、VJ またも、ま、VJ もこっち、またあれですね、交互に勝って、VJ も差を広がってしないことができるのか。逆にこの中で来てるんで、差が一回広がっちゃうと非常に嫌な気持ち、嫌な、気分的に相当しんどいと思うんで、差は広げさせたくないでしょうね、やっぱ。なんで1リードを奪っておくっていうのは、そういった意味でも非常に大事ですね。さあ、うまい！そう、この VJ さんのジャンプへの使い方が非常にうまいですね。でもフィアナのジャンプ自体そんな弱くないんですけど、元から。置いとく感じで振ると非常にいいんですけど、角度がいいですね、出る角度がいいんで。非常にいいんですけど、やっぱかなりうまく使いますね、それを。さあ、ジャンプ AC、ジャンプ A と A、A と。さあ、突き上げていく。この A の使い方は。ここで繋がるか、さすがにまだ足りない。飛んでけと！ゴルゴルファーハート。登竜拳と！お前のターンねえからと言わんばかりの昇竜拳ですね。さあ、捕まえて。フリーオフはガードするものの、数だとかなりかかんでるだけですね。アッパー。一生して走ってる。この後。回転しながら永久にして走ってんだけど、この後。タッチ、うまい！グランディバイト見せてん？これは？大きい攻め、チャンス？様子見。2B カウンターヒットからゲーボルクきっちりしていく。ダメージ取って。7130が。単発ヒット確認からゲームでも結構減りますね。さあ、画面端押し付けられるのが非常に嫌なので逃げていきたいところ投げられて、さあ、ゲランだけ、これはガード。アドバで切り離して、じゃあ、昇竜拳ここで飛んできれば、さあ、ここでおみじの昇竜拳炸裂し、差を広げました。初めて差が一つ広がったかな。おみじ側一歩リードを。じゃあ、さあ、5-3。昇竜拳を出していく、あそこで昇竜拳を出していくっていうのがやっぱり、流れを戻させないって感じがすごいありますね。ハートの昇竜拳は、このゲーム唯一無敵があるので、空中昇竜拳ね。このゲーム空中昇竜拳大体のキャラクター無敵ないんだけど、確かハートの昇竜拳だけ唯一無敵があるから、光らない技だったのね。安定しない技だったら。あの昇竜拳がマジですよね。バイスもエルザも確か昇竜拳無敵はなかった、空中だと。さて、バリ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 だ。さあ、俺は地上にいるからお前降りてこいよと言わんばかりやっているが、VJ 側空中から攻撃をさせていき、ロンゴ出るが、これはかかんではないですね。両者お見合い、ジャンプし、当たり。さあ、うまい！投げ抜け読みの 4D、投げ抜けっていうか、投げ抜けコードの 4D から、それを潰していったんですが、タッチ A と、捕まえて、画面端。ドンドン。投げる！これは N 投げ、画面端。アッパー打って、
タッチカウンター、これ足りん、さすがに足りますね。カウンター、タッチカウンターで足りないわけないので、バーサー入っていた。流れを取らせる。さあ、両者取りたいラウンドになった。か、アッパー刺さる、ワンチャン硬直だったかな、ジャンプシーの。可能性あるかな、ジャンプシー振って、登り冬に振ってたんで。回避コード取るのが非常に難しかったですね、今。さあ、シート。ダメージは取っていく。A、E と。さあ、牽制うまいね。本当に牽制うまいですね。ルイが牽制非常にうまいんですけど、その目をかいくぐって、モンジゴは攻めてくる。2B からゲイワロク。さあ、マジ格闘ゲームの確認している。コルブ。コルブはダウン、ダウンオイっていうか、ダウンから拾えるんで、引き剥がせるんで、相手2人ともできる。ニエニエと当たったが、指導的に、さあ、足りないというか、まずコンボ外さなかった。立ち見出したか、これは足りるか、これ。足りそう。あ、いや、足りなかった。だが、ここはフックからジャンプ当てて、もみじ側流れをつかみ、一気に差を広げ6。もみじ側リーチかかりましたね、ここで。最後の攻防は、投げがかなり嫌だったんで、あれですね、後ろを入れるんじゃなくて投げを入れたんですけど、打撃が当たったって感じかな。差が広がりましたね、ここで。6、3。さて、ここで、差をどうにか縮めていきたいところですが、私と一緒に戦って、さあ、均衡が一気に崩れ、そこから流れがもみじに傾いている形だが、まあ言うても最初両方とも取り立てだったんで、こっからどう転ぶかは全然わからない。立ち回りで VJ 側としてもダメージをかなり取ってますからね。昇竜拳飛んでけ。さあ、押し付けているが、これはアドバックからタッチ、差し込んでいき、エクリプスダメージ取る。ダメージ取って、ライフは5分。AC、当たるものはさすがにスパで繋がらない。タッチパン？さあ、うまい！相手のホーミングをしたところを、ちゃんとじゃん AC とトルブシーグ。相の鉄拳パンチから EF、ターンを取るための鉄拳パンチ。AC、うまいですね、ほんとにこれ。EF、2C、グランディバイト、ミスティーチェーン、ここは読むはどうなる？さあ、透かし投げだったが、バックスが出ている。今みたいな感じでステップをしようとしてると、あいつバックスが出ません。ジャンプ中だった場合は、ぶった切られます。多分。あいの鉄拳パーン。溜めてる珍しいけど、確かにパッと打つんだったら、強い。あ、ここで昇竜が、さすがに漏れたかな。さあ、このミスは、V 字側としては非常に、美味しいミスだったが、ジャンプし！バースト使わすたびにラウンド取れた。さあ、VJ 側今のかなり美味しいですね。昇竜拳、これを打ったかな。さあ、ブーメラン、ブーメランと。ブーメラン、ブーメランと。ジャンプ B？ 裏アタック！ここで出していく。さあ、相手がしゃがんでいると飛び取るのが見えない。これで？ジャンシー？これはさ、いいボタンで育ててる。ジャンシー？タッチ対空を、もみじが置いていたんですけど、それより高い位置から切られましたね。ベルテックス、相打ち！これコンボが繋がるので、足りるか？高い、高い位置が足りるね。さあ、高い、かなり高い位置から、セブンスが入ったの、段数稼ぎ。そのままダメ、そのまま KO を取っていき、VJ 側取り返す、6-4。さて、ここで6-4。サーバーどうなるか全然わからん。さあ、ここから先に1取るか3取るか。もみじがさっき一気に取ったか、だったので。って言っても VJ さんが確か、M 島戦でも、似たような数字になったんですけど、一気に取り返したので、まあ、ここからのリアル根性値がどうなるかって感じかな。数字的にはマジで M 島戦とかなり似てる感じがする。さあ、ここは、両立ち回って、ジャンプ当たる！さあ、リボンビーム当てて、叩き落として、昇竜拳。2B、E。ジャンプ B？ アッパー、A。さあ、これは立ち E の硬直に、あれですね、2B をカウンターで取られましたね。玉飛ばす。こちらの玉飛ばすと。さあ、流れ重視。2C、ヘブン、
ミスティーチーン、ここから何を出していくか。さあ、表、ここは素直に。前から殴る。グランディバイト、さあ、ループする。今度は今度の選択肢はさあ、ここ投げすかしたものの、相手が飛んでて飛び越えきれなかったかな。ベールチェックさあ当たる。ここは、もみじ側はジャンプ、あれですね、ジャンプ C で、ジャンプ A で牽制してますけど、すかしてベールチェックさあ当たりましたね。ロンゴここで出していく。バックて投げる、うますぎる今の前がキャン食らいましたね、今。さあ、一本選手していくのは VJ。さあ、叩き落として画面端。さあ、2A からの、今、2A の、2A をガーキャンしようとしたんですけど、ガーキャンが漏れてしまったかな。ここに、ここに横投げておりますので。さあ、ジャンプ AC、AC、A ブースポール。飛んでけど、ジャンプ A で潰したかったら2度目は当たる。勝利拳つなぎ、ダメージ稼いでいく。ドーンと当てて、きっちり EF キャンセルしましたね、今。非常にうまい。タッチ、EF キャンセル、タッチから拾って、あ、取り返していく。ベルテックス、置いて、ジャンシージャンシート。さあ、これバーストを外れ、もみじ。バースト状況が一転した感じかな。ただ、ここでターンを取り、画面発し、ただ、航空だったんで、叩き落としても、使用受けに取られるという判断からか、ダメージ、ダメージ重視で持ってきましたね。タッチ、いい西、いいロンゴ。ドーンとクリオフ。ジャンプ E が今裏かな。4D して、かわしていくものこバースト。さあ、両者バースト吐く。そうさ、やっぱ、アッパー、アッパー、アッパー、2A、これ足りるか？いや、足りないな、多分。当たる？足りた！風だったね、さすがに。さあ、だって、きっちり締めていき、勝ったのはもみじ。というわけで、勝ったのはも、7-4 でもみじの勝利となります。おめでとうございます。このハートいつも毎日アッパしてんな。はい、ではお疲れ様です。で、VGさんはありがとうございます。部屋取っていただき。